はいどうも、本日2024年6月6日、今回はね、簡単調理まあ調理と言えるもんじゃないけどね、これ新玉ねぎですね。これ淡路さんなんですよね。玉ねぎはね、血液をねサラサラにしてくれて栄養価も高いですからね。新玉ねぎは柔らかいですから、このまんま食べてもね、サラダなんかでも、いいわけですけどもね。これまあ簡単調理しましょうね。一番簡単なやつ、はい、レンチンですね。これも一番簡単ですわ。ちょっと先に、はい、包丁でね、今切り目を入れました。はい、十字ね、まずこっち向けとこっち向けとね。でこの斜めをもう一つ斜めをね、あと食べやすいですからね。これでこのように切り身を入れました。サランラップで包みます。はい、これでレンチンします。電子レンジでね、そうですね、600ワットで5、6分ぐらいですかな。ちょっと様子見ながらね、レンチンしたいと思います。それじゃあね、はい、600ワットやな。5分でいこうか。5分でいこうね。はい、はい、チンできました。はい、ちょっと、はい、5分経ちました。600ワットでね、チッ、わお、ねえ、トロントロンですよ、これね。これこれね、こうやって容器複数ね、カットしといた方がね、こう食べやすいですからね。はい、熱も通りやすい。じゃないですか。なんか、花が咲いたみたいなね。味付けですけどね、どうでしょうな。まあ昔あったやつはね、まあマヨネーズプラス、まあ醤油でね、これは定番というかね、昔でやったやつ。そうやな。でいただいてみましょうよ。ねえ、新玉ねぎ柔らかい、血液をねサラサラにしてくれる、ありがたい。まあ、これうまいですよ。甘い。超簡単でね。ほんまやね。栄養素をね、あまり逃がさない方法。レンチンですな。ツルツル。うまい。でちょっと味変でね、そう、七味唐辛子、これちょっとねかけるとね、また美味しい残数。はい、こうね、こっちもいただきましょうよ。バッチリですわ。美味しいガンス。
間違いないね。うん、柔らかいな。新玉ねぎ柔らかいですから、俺サラダなんかにもね使えますよね。なのでもうこのまんまが一番おいしいですな。はい、そんなことでした。はい、どうもご視聴ありがとうございました。